昨日あの信太をプロデュースを見ていたんですけれども、はい、そこであの見ていて気になったことがあったはい、気になったことがあったんですけど、はい、コーヒーとかね、まあ、お菓子とか知らないと思うんですけどそうですよね、ちょっと食べ方が気になるなと思って昨日信太をプロデュースがあって、はいあ、はいはい、あんま腕、うぅ、臭えうまっ、なんだちょ、会議やめよう、みんな、うまいねんけど、マジで、あクラッシャーおるやん。ノブタはプロデュースを見ていいで、はい、気になったことがありました。ノブタはプロデュースって、堀北真希が、まあ最初ちょっといじめられる役じゃないですか、まあ、あの制服にブスって書かれてたり、で小谷さんがいじめられてたっていう映像ですよね。おるわ。今までなんか話聞いてなかったのになんか話聞いてました。僕もめっちゃ共感しますみたいな。小谷信子さんですよね、あれ。小谷だから信太をプロデュースして言うんですね。いじめられたらいじられる役に身近な名前ではない名前にするべきではないのかということを思いました。理由、例えば主人公のいじめられるキャラが佐藤という方でしたら、本物の佐藤の人たちがいじられてしまう、あのドラマの主人公みたいな風に、まあ大人やったらそんなことないと思うんですけれども、どうああいうドラマを見るのは小学生とかですから、小学生とかはやっぱりそういうのに影響されてしまいますよね。僕たちそうでしたよね。やっぱ名前には敏感ですよね。その吉田松陰とか、そう、吉田茂とか出てきた時に吉田家がちょっと見られるそれで嫌ですからね。僕もあの吉田茂が教科書に出てくる時もすごいあのちょっと身構えましたし僕はもう寝てるふりしました吉田が出てきそうな時はそうなっちゃうから、大人気のドラマでの主人公の名前はキャサリンとか派手なキラキラネームしてた方がいいと思いますね。身近な名前じゃなくて、そういう無駄な苦しみをできるだけ減らすように。だからもし道徳の授業でこれいじめられている子のどうやって救うかみたいなテーマで議論していくときに、もしそのいじめられている子の名前と自分の名前が一緒だったら絶対嫌な空気になるからねでもしそれ自分がもっと喋れるキャラやったらいいですけれども、こういうねちょっと静かなキャラやったらもう太刀打ちできないというか、あーみたいな。それでも周りの人もあんま思ってないとしても、どうでもいいと思ってたとしても、当事者はやっぱり思っちゃうっていうこと自体がもうマイナスなことなので、授業はもう行きたくなくなりますから。そんな校庭でもタバコ吸いたくなりますから、そういうの。ということで今日の、イヤ鉄シリーズは終わりたいと思います。早ない。